Welcome to 無駄話 iチャンネルへようこそ。今週はリスナーの皆さんに未成年裁判をご紹介いたします。シートベルトをご着用の上ご視聴ください。人畜無害な可愛い男2人が屋上で物を投棄することで、もう一人の人畜無害なチンチクリンがあの世に行った。事後地方裁判所に立つことになっても、2人はただバイオ引力の法則を検証していたの一点張りで、裁判官もあははそうなんだと2人を無罪放免。無罪を勝ち取ってワイワイとなっている2人は、出る際にその無邪気な笑顔を被害者の母親である静香ちゃんに見せつける。彼らの微笑みが静香ちゃんを奈落の底へ突き落とし、絶対裁判官になってやるとこのような天使の笑顔を持つデーモンたちを一人残らず駆逐してやると心に決めた。石の上にも3年、努力は静香ちゃんを裏切らない。裁判官となった彼女はある日、事件が回ってくる。一目でスカウトしたくなるほどの女の子が失踪。廃棄工場で彼女を見つけた時にはもう手遅れ。後目覚めた彼女は同級生3人に無理やりあそこに連れて行かれ、さらに意識を失うまで酒を無理やり飲まされたと刑事さんに告白するが、もうめちゃいい匂いじゃん、もう限界、あなたの体内に2人の DNA しか見つからなかったと彼女に言う。いくら女の子が3人だと言い張ろうが、証拠がない以上警察は何もできない。この DNA を残していない人がこの人スネオ、16歳の間抜け顔をしているか7回の前科持ち。今回の法廷では、彼はズボンは脱いだがやめましたと裁判官に言う。エーブだよ、同じ人間としてそんな獣のような行為できるわけないですよ。この涙、何よりこの間抜けそうな面が、あっという間にご登場の人たちに彼の寸止めの言い訳を信じ、事件も寸止め状態となる。一体彼女の思い違いなのか、それとも彼が嘘をついているのか、誰もがわからないこの時に静香ちゃん再び登場。彼女は彼の言い分を信用していなくて、ここんとこ事件に没頭しすぎたゆえ、彼はまだ子供だ、たとえ本当にやっていたとしてももう一回チャンスを与えるべきだと同僚ののび太くんに言われる始末。だけど子供を失った彼女は、子供の中に子供の皮をかぶるデーモンが潜んでいることは分かっている。ガキの言うこと真に受けるな、基本半分嘘だ。ガキだって人権があるぞ。人権よりも北斗の剣を食らわせてやりたい。あたた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 あたたたたたたあたたたた。どんな些細なとこでもいいから何かきっかけが欲しいと彼女は事件の現場に行く。そして不思議な車を発見、しかもレコーダーを搭載している。さらに事件当日を撮っていた。脚本ですのでみんな深く考えないでね。第2審、静香ちゃんはこの動画を証拠として提出し、事件の最初から最後まで流した。スネ夫の嘘もここで暴かれた。彼は寸止めどころか酒を飲みすぎて立つことすらできてない。真実が明らかになり、彼は芝を言い残し、あ、芝ってなんだ、法に裁かれる使命。傍聴席の隅っこで全てを見ていたのび太はこの結末に驚く。彼も静香ちゃんと同じく未成年事件を専門としている裁判官。彼は少年犯罪者たちに本を送ったり飯をおごったりするめっちゃいいやつで、彼からすればみんな若い時誰しも一度や二度間違いをする、悔いを改めさえすれば誰でも幸せになれる権利があるほどのいいやつ。しかし綾坊並みの演技を持つ少年を見て彼は悟った。立場をいいものにして人々の同情と哀れみを仰ぐ天使の顔を持つ奴らは子供に混じり込んでいる。自分さえと他人に嘘をつき傷つけるような奴らが許されるはずがない。真実が暴かれたことにより静香ちゃんが事件の再審査請求を下るが、このタイミングで乱入者が現れ衝撃なことを暴く。事件当日3人で犯行が行われたのではなく、もう1人が現場で全てを見ていたとのこと。ここに来て4人目が現れるなんて、先ほどのレコーダーは一体何なんだと突っ込みたいけど、まあそれは置いといて、静香ちゃんの長年の勘が彼女にこいつも絶対黒だ。だが証拠は不十分なゆえ、静香ちゃんは自ら調査に突入。調べているうちに4人目のジャイアンは元カノがたくさんいることが判明。なんだかんだの手段で彼女たちを片っ端から当たってみた。元カノは明るくみんな綺麗な子ばかりで、
でもジャイアンの話となると途端顔つきがパッと変わる。元カノの話によると、ジャイアンは N 番部屋という行き場のない女の子たちに手助けをする組織を作っていた。しかし実際はその女の子たちにつつもたせという援助交際を脅迫させ、その写真や動画を撮り、それをダークウェブで売って大儲け。しかも悲惨な女の子たちは一文さえもらっていない。彼に奴隷扱いされる始末。静香ちゃんの調査によって、ジャイアンはお金に困らないところが、もしその金を北朝鮮にあげたらミサイルがイギリスに届くのも夢ではないくらいお金を持ち余している。お金のためでないとしたらこれはただの趣味になる。長年裁判官をやっている彼女は知っている。ジャイアンのような人間はどんどんエスカレートするだけで、サンズの川を渡っても絶対に振り向くことはしない。思ったらすぐ行動。静香ちゃんを110番をして一人でジャイアンのアジトに突入する。元カネの話では、証拠の動画は全部パソコンに入っているから、それさえコピーすれば彼は有罪確定。でも彼女はただの裁判官であって検察官ではない。故に潜入して早々ジャイアンに見つかる。まあここでバトルスタートですが、ただの裁判官ごときがナイフを持って戦闘力5以下のジャイアンに勝てるはずがない。息の根を止められそうになった時、やっと警察が登場。サイレンを聞き彼は逃げる。命拾いをした静香ちゃんは痛みを耐え、体を起こしたらたくさんの靴が彼女の視界に入る。変態は大体コレクター癖を持っている。ジャイアンも例外ではない。この靴の壁は全部被害者のものであり、何よりの証拠になる。自分の怪我より早く奴を捕まえたい一心の彼女は、現場を警察に任せ、自力で病院に行き、手当てをしてもらい、そのまま上司に会いに行く。が、すでに事件から外されたことを上司から言われる。その理由は、何年も前に、静香ちゃんの子供を死なせたのが、このスネ夫とジャイアンである。今のところ懸命になっているのは、かつての恨みがゆえ、裁判官たるもの私情を挟むわけにはいかない。よって上司が彼女を外したのである。あと一歩のところに来ているというのに、この気収まるわけがない。悔しそうな彼女を見て、もうよせ。深入りすれば今度はクビになるぞ。そんなことより、このまま大人になる彼らを想像する方がよっぽど怖い。でもこの事件はすでに彼女の上司が受け継いでいる。二人は全く違うタイプの裁判官。韓国では毎年3万以上な少年犯が増えている。それに対して専門の裁判官はたった20人しかいない。この人力も物資も全然足りていない環境で、一番大事なことは速やかに事件を終えることと、大ごとにしないことと、上司は常に念頭に置いて調査をしている。故に静香ちゃんは知っている。上司にこの件を渡された、イコールこの二人は世間を騒がせない程度の判決になる。むしろ真実を隠蔽し、未成年だから無罪放免の可能性すらある。子供を亡くした頃の静香ちゃんは悲しみから立ち直れない。家は空っぽ、冷蔵庫も空っぽ。彼女の人生そのものが、子供が行ったとともに空っぽになった。あれから罪を犯した未成年を正しい判決を下すことによって、この腐った世の中を変えることが彼女の唯一の支え。あの時まだ小さな少年2人に正しい判決を下さなかったがゆえ、悔い改めることも反省もなかった。大人の事情を察した未成年の2人は、あれからいくら悪さをしても証拠さえ残らない限り、証人も支配できる限り、警察に捕まることはない。上司の保護観察の判決を聞いて、静香ちゃんはおろか、のび太までこんな判決間違っている、こんなのをもみ消していいわけがない。そして共同戦線の2人はこっそりジャイアンを調べ始める。まあ調べるも何も、証拠はもともと警察のところにたくさん集まっているし、肝心な壊された写真や動画のデータもクラウドのおかげで保存されている。最後の一押しに静香ちゃんは仲間割れ、つまり2人を自らの口で相手を暴くことを企む。なぜなら彼らは自分の欲のため、他人のプライドは命、何とも思っていない、自分のことしか考えていないゲス野郎だから、相手をかばうわけがない。法廷で2人にちょっと餌をまいたら、裁判官様、全部あいつが命じたこと、僕は脅されて仕方なくそれに従っただけなんです。あの子金になるとお前が先に言い出したんじゃねえかよ。その金を独り占めしたのはお前じゃないかと犬の喧嘩が始まる。証言も取れて事件は見事に刑事裁判に変わり、彼らを法の裁きに。けれど今回は法に裁かれることになっても、法じゃどうしようもできないこともまだある。ドラマの中、罰として2人は20年の自由を奪われた。しかし彼らのせいで体や心、命まで奪われた被害者たちはどうなるのか。その傷、一生かけても癒えやしない。
事件後、静香ちゃんはさらに未成年の犯罪者を嫌う。たとえ法に裁かれたとしても。また、罪を犯す人は絶えない。法律は最低限の道徳を定めたものである。一人の力ではどうにもならない時はたくさんある。彼女ができるのは、ただいたずらに未成年裁判で彼らと戦う。ご視聴ありがとうございました。私、愛チャンネルのハルでした。また、お会いいたしましょう。またねー。